さあ2部もまだまだ盛り上がっていきましょう。それでは聞いてください、メイクさんでバイランのコーナーだ。
ちょっと皆さん今日はね YouTube から聖地出てるんですけど、はい、2部でちょっとこうピュッてこう誰か参加ね参加して参加ね英検終わってからね英検ちょっとやってきてちょっとヒュッてやってきましたねやってきました、はい2部はね、ひいきさんも一緒に盛り上げていきたいと思いますので、はい、お待ちください、はい、お願いしますお願いします。今何をお願いしたのか分かんない、分かんない、うちの存在を聞いてしてください、よろしくお願いしますそう、そういうこと、はい、初めに聴いていただいた曲はメイズさんの間違って踊ろうでした。次の曲もね、皆さん一緒に盛り上がれると思うので、知ってる方は一緒に歌ったり踊ったりしながら聴いてください。それではミュージックスタート。
今聴いていただいた曲はイーガルズさんの踊るポポコリンと、ワンピースの主題歌でした。はい、トリプル A さんのウェイクアップでした。はい、はい、ここではあれです ね一部もね、一部もちょっと話したんだよね。メンバー一人一人の紹介をしていたんですけど、はい、二部もちょっとね違う面のメンバーの紹介をしていきたいと。まあちょっと似とるけど、ね、似とるけど、そうそう、メンバーの好きなものみたいな、そう、ね、うん、好きなもの皆さんに知っていただけたら嬉しいなと思って紹介していきたいと思います。はい、まさきちゃんから。まさきちゃん、じゃあまずは高校1年生15歳あさきです。よろしくお願いします。まさきちゃん、まさきちゃん、好きなんですか。一部でね、あさきちゃんが好きなのね、ちょっと松丸くんの話をちょっとさ、あ、しちゃったの。しちゃったんだ。しちゃった。じゃあ違う、違う、違う感じで。違う好きなもの。私結構こう昭和の夏メロとかがすごい好きでそうじゃあですよね。そう、なんかね、結構スイーツでねカバーする曲を決めたりするときにね、あさきちゃんが持ってくる曲は全部ね昭和の曲っていうね、昭和のアイドルさんみたいな、そうそう、素人ばっかり持ってくるけんね。みんな知らないの。知らないよ全然知らない。多分この今いらっしゃるこの前列のこの年代の方は、年代の方は知ってる、あ、ちょっと懐かしの曲みたいなそう、いまだにね、胸の中のアイドルさんが松田聖子さんで止まってるっていう。そう、そう、松田聖子さんっていえば、そうね、初めてあさきちゃんとなると、アンネちゃんともう一人で、あと4人でカラオケに行った時に私たちが違うんだよ、ちょっと違うじゃなかった、私同世代じゃないんで、ここら辺と4人で行った時に、ね、1曲目に、本当に4人で行った時の1曲目に歌ったのが松田聖子さんの赤いスイートピー。そうもうびっくりして、小6ですよ、小6で、そして初めてカラオケに行ってね、あんまり面識なくてカラオケに行った時に初めててん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 びっくりしたけどね、え、だ、だれみたいな、もうなんかみんな一瞬シーンってなる。そう、じゃあそろそろ次行きましょう。はい、はい、なんかなるね、次行きましょう、さて行きましょう。次、なる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 の好きなの？なるの？ほんとキティちゃん、キティちゃん、ピンク、ピンク、食べること、食べること、イエス、寝ること、寝ること、あと洋服と靴と、もう女の子、女の子なんですよ、なるは、なるはね、女の子、うん、なるよね、あと料理するのも好きやし、あー、あー、女の子、でも片付けは苦手。あ、そうだね、この前お風呂に入るのがめんどくさいそう、スイーツでね、お風呂に入るのがめんどくさい話盛り上がってますね。トイレの中やな、みんな、あ、朝日ちゃん以外みんな、私お風呂大好きなんですよ。そう、もうひきさんとかね、お風呂に行くまでの廊下を歩くのがめんどくさいってそうなんですね、もうそこまでがめんどくさいがり屋の集まり、そう、めんどくさいがり屋の集まりっていうねイメージ悪くなる、イメージ悪くなる、そうですよ。次、次行きましょう。じゃあ次、次、あんちゃん、あんちゃん、あんちゃん、私何、何、キャリーキャリーファミファミが好きかな。一部で原宿系が好きっていう話したんですけど、一緒にライブ行ったもんね。そう、ひいきさんと一緒にライブ行ったんですよ。そう、キャリーちゃんはね、ほんと神様のような人でねもう、あんまり個性的な人が大好きなんですよ、ほんとに。あとリリーカさんとかも大好きです。そう、個性が強いからそうなの。はい、それではひいきさん、はい、ひいきさん、私はあれですね、なんでも広く浅くなんで、結構なんでも好きかな。でも結構ひいきさんオタクって思われがちね。オタクって思われて、てか実際ちょっとオタクに、オタクに片足こう突っ込んでる感じ。よしか、よしか、いや、だからもうこう胸の辺まで使ってるのも結構オタクなんですよね。でもね、なんか一貫して好きなものは可愛いものなんですよね、全部。そう、ひいきさんはね、可愛い男の子が好きなんですよね。男の子が好きなんですよ。話え、するあれ、あれしたの。ちょっと待って、ちょっと後ろで巻いてる、巻いてる、アイスがね、ちょっと出ようけんね、ほんと、ちょっとやめそう、話が長くなるけ、その話はまた今度しましょう。はい、はい、はい、それではね、もうラストの最後の曲になります。とか言ってくれて本当に嬉しいです。本当に嬉しいです。じゃあね、最後の曲は皆さんも本当に一緒に盛り上がれる曲なので、手を一緒にこう左右に動かしながら聴いてください。はい、じゃあみんな行きますか。行きましょう。それでは聴いてください、桃色クローバー Z さんで走れ。笑顔が止まらない、踊る心止まらない、動き出すよ君の元へ、走れ走れ走れ。
早速本番に行きたいと思います。はい、いきますよ。せーの、スマイル。